はい、はい、始まりました。はい、今日は我らが吉彦カープ、カープ前半戦がもうすぐ終了じゃないですか。そうだね。まあ今季優勝ってを掲げてる、まだ優勝する3位まで入って、もちろんので、コロナに負けないプレイボール、よろぴこー。ありがとう。5位ですからね。そうだろ、はい、で3位まで入ったらさ、はい、あれがあるだろ、チャンスはありますよね。そうだ、今でも優勝を願ってますよ。なんで笑うんですか。なんで笑う、笑顔なんです。まあね、広島チーム戦績、はい、打率1位、はい、ね、本塁打5位、5位、打点5位、はい、防御率5位、奪三振数5位、なかなかいいね。だからこれで打率が5位だったら、だから5位って言いたいんだけどね。はい、でもこれ面白いのは、はい、打点が5位ってことは、はい、得点数も少ないってことだな。そうですよね。で、正直そこだもんな。うん、で、やっぱいつも思うんだけど、はい、そのピッチャー起用でもそうだけど、作戦面でもそうなんだけど、うんうん、作戦面は誰が作戦取ってるのか、はい、いや、ピッチャー起用でも誰がピッチャー起用してるのかが俺、知りたいんで、はい、だこの間もそうなんだけど、これ野球ってさ、いつもなんだけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってあるんだ、うん、俺たちの時代ね、今は違うかもしれないけど、はい、俺たちの時代は7,8,9 が、これが本線ない。本線ははそれは10局ない。で、7,8,9 は本当の試合に入ってくるわけ、はいはいはい、で、9回に幕引きをしたいわけやな、うん、で、勝ってればそこで、いわゆる幕を引きたいわけよ。なるほど、はい、で、この試合でもいわゆる勝ってて栗林を本当にしたんや、うん、あの外国人に対して負けたんや、はいはい、で、それでもそうだけど、あれ3連投になるとこだったのかな、はい、でも3連投ぐらいでへばるようだったら困るし、困りますよね、うん、まあそれまで栗林選手はすごい投げてるけど、はいはい、でもずっと勝って首位だったら分かるけど、首位とか2位とか3位だったら分かるけど、うん、5位、6位にいるってことは負け試合が多いところだからね。そうですね。だからそういう面では、せっかく7,8,9で幕引きに持ってきたのに、幕引く選手を使わないで幕をまた開けたもんね。ああ、なるほど、分かりやすく言いますね。マジで、はい、その時ですよね。いや、あの時神宮は全員俺クリバイだと思ったと思うよ、俺は多分全員思ってるはずですよ。うん、本当なんで、あのフランスは投手ですかね。そう、その時に、でもフランスは上がってすぐ出さなくて失敗してるよ。そう、だからそこで違いが出てるわけよね、うん、で、そういう試合が何試合あるかったら、10試合ぐらいだったら全く違う世界になってるからね。いやいや、本当ですね、上の方にいますよね。そうやろ、はい、28勝、38勝ぐらいしたら、うん、いやいや、上の方やろ。そうですね、多分10試合ぐらいはあるはずだからね、もっとあるか。でもそういう面ではどこでそのピッチャー起用してるかっていうのも内部じゃないと分かんないんだけど、俺そこがクエスチョンつくね。チグハグですよね、見てて。うん、だからそこなんだろうな。まあ将棋で言ったら打ち手が失敗してるっていうだけに見えるよね。だから打ち手がやっぱもう少しうまいこと打ったらいい将棋ができると思うんだけど、だからそうですよね。うん、どこで信頼する、どこで信頼しないっていうのが見えてこないんだよね。戦略がちょっとですね、見てて、うん、7,8,9で最後の9は栗林君っていうのは絶対的なとこあるわけやからね。そうですね。なんでそれを使わない、温存するんかって。でも同点ではいくからね。そうですね。最終回、そうですね、それもおかしいやろ。そうですね。勝ってて栗林出さないで、なんで同点で栗林出たはぁってなるやん、こっちも、はい、なりますよね。まあ、事情が分かんないけど、はいはい、そのあの時は連投なの。でもそのくらいの連投で江田さんどうするんやと思う、これ。7,8,9
3回投げてで当時ですね、うん、で津田津もそうやろ。そうですね。だからそういう面では疲れてるから止めたのか、うん、でも面白いのさ、はい、投げれるっていう保証はないわけやから。あ、まあ確かに9回に。そうですね。5位6位だったら本当そうですよ。1位2位だったらいつも来るねっていう感じであって、はいはい、あ、ちょっと疲れてきたなっていうんで分かるけど。そうですね。5位6位でそれはないですね。そうだろ。それはないですよ。考えてみたら、はい、28勝42敗ですからね。でも10違ったら38勝22敗、はい、32敗、はい、もうこれ優勝程度届く人いるわけやろ。いますよ。いや、数的にそんなもんないだから、まあ、まあまあそういうことですよね。そうなのそうなの。ひっくり返し方は本当そうですね。だからピッチャー起用は俺はそこをなんかすごい疑問を持ったよね。うん。ただやっぱあと前半戦あったのはいつも言うけど走塁ミスとかそういう打球判断ミスとか細かいところですね。飛び出しそういう基本的なことはできてないっていうのが一番目についたかな。うん。でも今度んオリンピック期間中開くやん。開きますね。そこでしっかりまたキャンプみたいにトレーニングしたらいいと思うんだけど、うん、そのキャンプでもそうだけどちゃんとそうやってみなんだろう、本当試合に役立つ走塁練習をしてるかどうかだよな。うん。いや状況判断、そうですね。ので点差、イニング、そういうとこだよな。ダイソーでこれはイニングでこのダイソーはアウトになっちゃいけないダイソーなのか、このダイソーはダイソースタート切れたら 100% セーフになるぐらいの思い切ったダイソーなのかっていうのは、やっぱり野球をやっぱしその流れを見て点差を見てイニングを見てやってこないといけないから、そういうとこをしっかりやっぱ教えてなきゃいけないんだろうな。うーん、そうですよ。もうこの際教えきます。カープにでもダイソーでもあるのよ、はい、いわゆるダイソーでも牽制アウトでもいいから、はい、いわゆるリードして、うんうん、その代わりスタートが切れたらセーフになるっていうやり方もあるのよ、うんうん、でもここはこのダイソーはどんなことがあってもアウトになっちゃいけないっていうダイソーがあるわけ。なるほど。その点差とイニングによっては、まあ、そうですよね。試合運び中ですね、うん、だからそれは野球流れが読めてないと、うん、まあコーチも言えない風になるんだろうけどね。はいはいはい。まあ、そこはもういろんなミスもあったよね、コーチャーのね、やる手回したりとか、うんうん、まあ、あのホームに行かなかったとか、選手もそうなのかもしれんけど、うんうん、でそういうところでも、まあ、それでも、あの試合、逆転、もしも本番で1試合違うわけだからね、そうですね、一個一個勝ち上がっていかないとですね、あのね、はい、すごいね、くだらない一個が大きなミスにつながってる、カープは。あ、そのぐらいミスはっていうのをミス、なんだろう、流しすぎかな。うーん、それが最終的には大きなミスにつながって試合に負けてるのが多く感じる。終わってでもミーティングとかはやるんですよね、プロで。やるやろうね。うん、守備近くに打点、あの打球判断、イニング、その全部、足の速さ全部入ってきて野球をしなきゃいけないんだろうけどね。まあピッチの方はさっき言ったようなことだと思う、俺は。で、大瀬良君はやっぱし、まあ、やっと勝ったけどね。はい、やっと勝ちましたね。でもそういう面では、やっぱエースとして悪い時でも勝たなきゃいけないっていう、はい、やっぱ自分で考えて、ピッチングはさ、あの森下君見てもさ、首を振るとか、うん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 、森下君が首振るからね、やっぱし、はい。やっぱそうやって自分で組み立てて、自分が野球できるように、ピッチングできるように してほしいと思うよね。で、野手の方はそういうとこなのかな。でもまあ、若手の選手たちが結構出てきてますね。いや、これはね、ラッキーですよ。あ、やっぱ最終的にはアウトでどうやって点を取るかって野球をしなきゃいけないんで。うーん、あ、でもそれでも野球ってのは可能性はゼロじゃないんで、そこをやりながら監督同士の、うん、あと堂林君が2軍落ちてさ、うん、どれだけあのいろんなことで修正して、うん、あのバッティングを変えるか、うん、で、田中康介選手もだけど表面だけで野球やってしまってるんで、俺にやらせ、一回。おお、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それでは、ゲームセット、よろぴこ。